岡崎市立城北中学校は、愛知県岡崎市の公立中学校。岡崎市城北町に位置する中学校。1961年4月1日、岡崎市立連塾小学校と岡崎市立流会中学校の校舎を仮校舎として開校。初代校長の鈴村正宏初代校長の鈴村正宏は退任後。 1972年から1982年にかけて岡崎市教育委員会の教育長を務めた。その時代、愛知県では管理教育が猛威を振るった。城北中学校は鈴村の舵取りの下市内中学校のモデル校として生徒統制を行い徹底した派閥人事を敷くことで教員はも支配した。校長時代から森心臓に浸水していた鈴村は、 森の著書や機関紙を部下に購読させた。1976年9月、城北中学の教職員は、学校づくり120話を刊行。教員の一人は森について、読書会で読み、学年会で読み、教科部会で読む。迷った時に読み、嬉しい時に読む。議論の始めに先生が出る。議論の途中に先生が出る。議論の終わりに先生が出る。私たちは、 先生の名前をお呼びすることによって、体の痺れるような感動を覚えると綴るほどであり、森はやがて、城北教育の父と呼ばれるようになった。他校ではあるが、1980年2月26日付の朝日新聞紙上で、岡崎市立高山中学校の卒業生が、学校に対し、常識を超えた体罰を行う、Y 競技をやめさせてほしいと請願書を出していたことが、 報道された。生願が出されたのは1976年8月。その年の3月に卒業した生徒たちは、どこに訴えを持っていいのかわからず、やむを得ず県教育委員会に提出していた。この報道内容は1980年3月の市議会定例会で問題化され、八田博子市議と鈴村の間で次のようなやりとりが、なされた。八田広子昭和52年にも、 それ以前にも私たちはこの議場で先生の暴力を指摘し、その指導改善を要望してきた。一体今に至ってもこういう事態があるというのはどういうことか。こういう教育を教育長は良いとお考えなのか。鈴村正宏教育長暴力は法によって禁止をされている事項であり、良くないということは自明のことである。しかし、教師、生徒双方の現在並びに、 将来のことを考えて、この区断の詳細の事情を発表することはいかがかという見解を持っているので、申し訳ないが詳細についての発表は控えさせていただきたい。岡崎市議会昭は55年3月定例会3月12日から03 5こう言って、鈴村は切り抜けたが、それから3ヶ月後、岡崎市は大規模な選挙違反事件に見舞われる。 1980年6月27日、衆院選をめぐり、岡崎市長の内田義久が、公選法違反容疑で逮捕された。8月17日、内田の辞職に伴う市長選挙が行われ、全県議の中根静雄が初当選した。さらに8月20日から9月11日にかけて、市内5つの土建業者の社長が内田に対する、贈賄容疑で逮捕され、 原沢町の業者社長も同容疑で書類送検された。岡崎市議会は25人の逮捕者を出し、リコール運動に追い詰められ、9月17日に自主解散した。鈴村は腐敗した、内田市政と密着した教育行政を行っていたことから身体が注目されたが、9月30日の人気満了をもって、そのまま退任する道を選んだ。教育の現場は、 これで自由な意見が出せると開放的な空気に包まれるが、喜びもつかの間、半内田を旗印に掲げていたはずの中根が鈴村に再任を要請。11月の市議会臨時会で、鈴村は三度教育長の職に就いた。中根は、鈴村らの推し進める強権的指導法を是認した。1981年3月7日の土曜日、私立高校への進学が決まっていた。 城北中学校3年生の男子生徒が下校後、担任から電話で呼び出された。6人の教師たちは、文房具を万引きした疑いがあるとして、男子生徒を追求。1時間半にわたり、集団指導と称する左門を行った。男子生徒は午後5時40分ごろに、再び下校。5時54分、名鉄の岡崎公園前駅ホームから電車に飛び込み、自殺した。 ちょうど教育の岡崎化という言葉が囁かれていた頃でもあり、毎日新聞は同年4月20日から教育王と題した記事を30回連載し、この事件を大きく取り上げた。しかし当局者が市民に対して自殺の原因について何ら説明をしなかったため、名古屋オリンピック招致反対市民運動を原因していたスポーツ社会学者の影山県を動かすこととなった。 影山は、実情の調査を促す運動が必要と考え、1982年3月、岡崎の教員、生徒に対する体罰を欲しいままにした、鉱山中学では、暴力の連鎖を生んだ。1982年3月4日、3年生の男子生徒7人は、生活態度を注意されたことなどを理由に、約30分近くにわたって、教師12人に殴る蹴るの暴行を加えた。 警察署員、約10人が、学校からの通報で駆けつけるも、生徒は、なんだお前らは、などと署員に食ってかかり、乱暴をやめなかった。3人が現行犯で逮捕され、4人が補導された。翌3月5日、教育長の鈴村正宏は2年8ヶ月の任期を、残して、辞表提出。3月31日付で辞職した。公認は、 城北中学校長の横井茂が就任した。市民の会のメンバーが丸刈り強制反対を訴え続ける中、1988年4月9日、市教育委員会指導部長の伊予田敏夫が教育長に就任。1990年12月10日、伊予田が丸刈り規制を見直したいと発言したことが新聞で報道された。1991年3月、 岡崎市でさよなら管理教育全国集会が開かれ、同年9月、岡崎市立南中学校が他校に先駆けて男子の頭髪の自由化を実施。パターナリズム的な暴力に根ざした管理主義教育は90年代から徐々に影を潜めていった。ありがとうございます。